一体何が何だか話してもらっちゃおうか。フランシス教は宝を島に留めたかったんだ。島の外へ出したくなかった。なんだって？多分呪いがかかってる。ああ、ネイト、バカ言うな。わかる、バカげてるだろうが、とにかく信じてくれ。そろそろ学習できたんじゃないかね。私に歯向かうなど無駄だ。武器を捨てなさい。さあ捨てるんだ。お遊びはここまでとしよう。お嬢さんの命がどうなるか。よろしい、しばらくおとなしくしてくれたまえ。少しやることがある。実に素晴らしい。まさに芸術だ。これほどのものは見たことがない。外もですが中がすごいんです。本物のエルドラドの秘宝にご対面を。さあ開けて。見てる。貴様、お疲れさん、ボス。爪が甘かったかな。ネットを下げろ。ネットを下げろ。ナバロ、そいつのせいで島全体が絶滅したんだ。何してるか分かってんのか。もちろんだ。この島の全てを把握しているのは俺だけなんだよ。早くゾウを詰め。傷つけるな。バカな奴らだ。お前らにはこのゾウにどれだけの価値があるか、どれだけの力があるのか、分かるか。よし、上げろ。よし、上げろ。マジかよ、一体なんだあれや。おい、なんなんだってば。最初のやつは島に残ってたんだ。もしあれが島から出たらヤバいぜ。いけないと、ここから援護する。
しょ。